皆さんこんにちは、加藤です。今日はですね、大麻兄弟についてお話ししたいなと思います。先日ですね、テレビ朝日の方で大麻を育てていた2人がですね、逮捕されるシーンが放送されたそうなんですよ。で、その中で、警察にこう捕まる際に、その男2人がですね、ラスタ、ジャーラスタファーレと言い合うシーンが放送されたそうなんです。で、そこにナレーションで彼らは意味のわからない、ことを言い合ってるというふうにですね、バカにしていた。そうなんですよ。で、私今ですね、アメリカにいるのでその放送を見てないんですよ。だから本当に彼らがラスターなのかどうなのかっていうのはわからないんですけれども、まず一つ言いたいことは、ラスターっていうのは立派な宗教です。宗教、仏教とかキリスト教とか、あとはイスラム教と同じように宗教なんですよ。で、ジャーラスタファーラのジャーっていうのは神様です。ジャーっていうのは神様のことなので、まあ生身ダブズみたいな感じですよね。なので、その怪しい宗教でも何でもなくて、ちゃんとした宗教のラスタ教徒の人たちをですね、バカにするっていうのはどうなのかなと思ってます。で、大麻は確かに日本で禁止されてますけれども、そもそも禁止にしてる根拠すら怪しいし、で、宗教、日本では宗教を自由に信じていいっていうね、憲法で保障されてますから、信仰の自由は。そういったものをですね、テレビがですよ、マス、なんですかね、キー局っていうんですか、が、まあ、面白がってバカにしていいものなわけがないし、日本人大丈夫なのかっていう。ことをね、ちょっとね、これから僕は活動っていうか、本当にガチでラスターを信じてる人たちに、その今回のこの報道じゃないのかな、番組を見せたりしてですね、ちょっと動いてみようかなと思ってます。で、これ本当に最近そのタイマーリコーラーとか、まあふざけたものも結構出してますけど、日本がいかに今おかしい状況になっているかっていうのを知ってもらうためのアクションであって、本当に真剣に僕は活動してますし、他にもその日本人でもちゃんと活動してる人たちがいっぱいいるんですよ。なので、ツイッターなんかで、その大麻兄弟面白いとかバカじゃねえのかみたいな、気持ち悪いみたいな感じのね、反応も見れるんですけど、ちょっとね、見方を、視点を変えてね、大麻兄弟のニュースをね、見てみてほしいなと思います。はい、今回は以上です。ありがとうございました。